モンソロを認定を受けた証フランスの最も美しい村は1982年にフランスライ・コール・ルージュで設立された教会である。その目的は質の良い遺産を多く持つ田舎の小さな村の観光を促進することにある。教会の所在地はコロンジュ・ライ・コール・ルージュであるが事務局はクレル・モンフェランに置いている。現在、教会の長を務めるのは元コルドの長であった。 モーリス・シャベールである。教会では、ブランドの信頼性と正当性を高めるために厳しい、先行基準を設けている。教会の定めた基準はいくつもあるが要約すると、以下の3点である。したがって、景観を破壊するような建物や設備は制限される。このことで、経済発展は妨げられるが観光の面では、プラスになる。また、認定後にも審査があり。 資格が剥奪されることもある。2018年10月現在で158のコミューンと数千の会員を有している。似たような教会は、ベルギーのワロン地域の、ワロン地域の最も美しい村やイタリアの、イタリアの最も美しい村、カナダケベック州の、ケベックの最も美しい村、日本の、日本で最も美しい村連合が挙げられ、 これらを統合した世界で最も美しい村連合も設立された。アンスパックジロンド県とランド県は該当するコミューンなし。ニエーブル県は該当するコミューンなし。ベルカステルモンソロータルシュルジロンドルールマランゴルド。ありがとうございます。